伊川遺跡地11月7日から1990年7月4日は、日本の実業家。大王製紙創業者、陽明高助。大王製紙前、会長、伊川元高の祖父。1943年大王製紙設立。1981年健康労賞。1984年伊予美島市名誉市民。 1986年愛媛放送賞受賞、同年君に当水放送。井川伊跡地は、陽明高助と言った。チビだったため、テ助のあだ名がついた。伊跡地の経営者としてのスタートは、戦時下という特殊な事情もあって、苦難の連続であったが、苦労を苦労としない、不屈の精神力と決断力が今日を築いたと言える。伊跡地について、 地元商店街の関係者によると、創業者の井川遺跡地事は、身長が150センチに満たない小柄な人でしたが、働き者でね、ボロ服を着て、リアカーを引いていた姿が、印象的でした。各家庭を回って、製紙の原料に使う段ボールなどの古紙を集めるのです。古紙を原材料に混ぜて、製紙を作ると程よい柔らかさになって需要があった遺跡地事は、 遠方に行くときは旅館には泊まらず、車の中で寝泊まりしていた倹約家でした。という、宗教は新言衆。趣味は仕事。余暇にはよく本を読む。中でも、吉川英治が好き。健康法は昼寝。ありがとうございます。